Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Tashirumpo Monastery in Tibet and its strange line which connects Koyasan Kongobuji with Tashirumpo Monastery. According to Wikipedia, it's right about Tashirumpo as follows Tashirumpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama is a historic and culturally important monastery in Shigatze the second largest city in Tibet まず皆さんに一本の直線を見ていただいています左からブッダが生まれ育ったと言われているルンビニそしてその右がですねタシルンポ総ウですシガツェというところにありますそして中央が 長安ですね。現在の西安です。その長安にいた玄城三蔵がですね、えー、密教を求めて四、えー、月へ行きます。まあ、その当時まだあの多子論法僧院はありませんでした。あの多子論法僧院は15世紀に建立されますからね。まあ、そこを私あの、混同してました。四月へというのはあの地名です。多子論法と、えー、いうのは足しるん僧院のことですね。で、玄城三蔵が唐の長安に 4月へから密教を持ち帰りますでそこへですね直命を受けまして日本から地通が唐の長安に渡りますで地通はここで学んでそして玄、えー、朝三蔵の二番弟子となって日本へ戻ってきますそして八田寺を今後戦時八田寺を今後,今後戦時八田寺ですその今後戦時へですね八田寺へ若い頃の空海が行って修行し学びます そして、唐の長安へと渡ります。そして、唐の長安でですね、まあ、玄城三蔵が建立した寺で学んで、そこで密教を学び、そして日本へ持ち帰ります。まあ、こういう流れなんですね。そして、日本へ帰ってきた空海は、今後無事を建立、小屋さんに今後無事を建立します。小屋さん、今後無事です。まあ、こういう流れです。 でこうして、4社が、まあ、つながるわけですけども、あその、まあ、ルンビニ、いわゆる四月へ多田子ルンボ、そして長安、八田寺がですね、このように、新一直線に、えー、並んでいるということですね。西安、まあ、長安、大きな町ですから、ややずれるということも考えられます。で、この直線をですね、八田寺の方から見ますと、まあ、このようにですね、直線になっていると。その八田寺で、まあ、これから降りてみますと、さらに興味深いことがわかります。 やたてらの、まあ、参道ですよね。がありますけども、八た寺の参道は、まっすぐと、長安、それから四月へ、タシルンポ、今現在のタシルンポジンがあるところですね。そして、ルンビニを向いています。この黄色い線がですね、左から引いてきた線が、長安から引いてきた線です。 ちょうど中心に向から取りました。そしてこの、えー、あたたるの山道を横切ります。そしてですね、ちょうど中央あたりがやや情報に山道がずれてますよね。で、現地へ行って住職に聞きましたらですね、この平和はですね、あの、その後何度も建て替えられたそうですね。ですから、その都度、あの、道、道の方向が違ってると。ですから、向かってちょうど中心から、この中心から右側の方はですね、あの、本の、あの、私のこの立ってみたときに気がついたんですよね。あの、山道が途中でやや折れ曲がっている。 で、な,なぜ折れ曲がってるんですかって聞きましたら、平を平ね、平を建てるとき何度もその、その辺りをいじったからだというふうに、住職は教えてくださいました。要するに、この矢田寺がですね、まっすぐと、えー、ルンビニ、それから、まあ、昔の長安ですね、そして、えー、タルンポの方を向いているということですね。まっすぐに行けばルンビニ、そして、えー、タルンポ。 です、ね、タシルンポ創院ですね。現在の4月です。まあ、現在の時は4月のタシルンポ創院です。ここはあの間違えてましたから、皆さんご考えなさらいでください、ね。時代が合わないんじゃないかと。いわゆるそのタシルンポ創院が建てられたのがですね、えー、1447年ですからね。で空海があの生まれ育ったのは774年から835年ですからね。ですから時代的にも合わないということになるわけですよね。 ですから、ちょっと時代的にずれているということにもなるわけですけどね。まあ、要するに、このタシルンポ、皆さん、これから僧院へ案内します。4月前にあるタシルンポです。ですから、あのまあ、あの現状、山蔵がです、ねまあ、密教、いわゆる弥勒菩薩教のです、ね、本があるいわゆるメッカである4月へ行って、そしてあの密教を持ち帰ったということですね。で、その後四4月前にタシルンポ僧院が建てられたということになります。 もう一度繰り返しますけども、私はあの地名をですね、タシルンポと間違えていましたので、まあ、ここで訂正させてください。まあ、要するにこれが四月へのタシルンポ創というふうに言うのは正しいんでしょうね。です。まあ、これが四月へのタシルンポ創ということになります。いわゆる大魅力菩薩伝ですよね。魅力電がある、まあ、あの、いわゆる四月へのタシルンポ創員です。まあ、大変なあの豪華な、あの、寺だそうですね。創員だそうです。 で、この、これがタシルンポソーイン4月にある、<laughs> まあしつこいですね。4月にあるタシルンポソーインということになります。 で、まあ、現状三蔵はですね、まあ、いろんな説がありまして、インドまで行ったということになってますけれどもえ、現状三蔵はですね、7世紀602年から664年の方ですからね、もうその頃インド行っても、あのまあ、密教はなかったものと思われますね、まあ。それは分かりませんけどもね、まあ、インドへは私は行ってないと思います。まあ、このライン理論にか,から考えてですね、まあ、と同時に、まあ、空海の,、まあ、あの不審さんに鑑みてですね、私は現状三蔵はこの4月へ行っていたと思います。 行って、そして密教を持ち帰ったと考えています。まだいろんな意味でね、不合性があるものですから、それに考えています。これが、まあ、日本風に言えば、大日の由来。それからあの いわゆるゾラスタ教風に言えばアフラマズだということになりますで。検証してみますとですね、これまた不奇妙なあの位置点があるんですよ。左が小屋さん今後無事ですね。で、大日如来像です。そして右がですね、タシルンポ総員にあります、まあ、今後、いわゆる大日如来ということになりますよね。そしてこの帽子がですね、大変よく似てるヘルメットですよね。これはついつビデオの中でヘルメットということを証明します。そしてこの髪の毛がね、青いということに注意してください。まあ、あのー、 古代の神々は、あるいはエイリアンはですね、髪の毛が青かったというふうに解釈もできるわけですよね。まあ、ここでまあ色が具体的に出てくるわけですけどもね、あのヘルメットの方も青いですね。まあ、綺麗な青で,青ではなかったかと思います。で、小屋さん、左の側にね、小屋さん一条院にあります、やっぱやはり大日如来像だと思います。 2年ほど前、ここに一泊させていただきました。それで、やっぱりこの髪の毛を青く塗っているところもあの大変興味深いと思います。そして、その後輩の、ね、作り方のコンセプトも同じですね。3つの円が組み合わさってできています。右の,あのいわゆる、まあ、4月のタシ論ンポー総員の方も3つの輪が組み合わさってできていますね。そして後輩のですね、あのこまああの 作り方のコンセプトも同じであると。となると、どういう,うに考えたらいいんでしょうかねあ時代的には左の方が小林さんの方が先ですから、タシルンポの創、ね、員の方が真似をしてコピーして作ったということになりますけども、それはありえませんよね。まあ、あのー いうことですねまあありえないということですね。それ以上言うようがありませんけどね。要するにこの冠のコンセプトも同じであるということはまあ原点が一つあって、双方に2つにまあ分かれてね、同じ作り方が伝わってきたというふうにとられますし、逆、まあ、 現状三蔵がタシルンポ、メアルる4月へ行ってね、幹を持ち帰って、それで長安へ行って、長安へまた空海が行って、同じものを日本へバトンタッチして持ってきたというふうに考えるのが、まあ、流れとしては自然ですね。となりますと、やっぱり現状三蔵というのはですね、インドまで行ってるわけじゃなくて、こうしたまあ事実を積み重ねていきますと、4月へのまタシルンポイ院へ行って、 まあ、多種もごめんなさい、その時はまた足しる細いはありませんけどもね、4月へ行って、まあ、密教のメッカである4月へ行って、密教を学んできたというふうに考えるのは自然ではないでしょうか。うん、で、髪の毛も作り方もポコンポコンポコンとね、あの、葉っぱのようになっているところも同じだということですよね。まあ、右、ですから左側は日まあこれはあの根本タイトルの中のあ、いわゆるまあ大日おら像ですね。で、壁に描かれている、その同じ根本タイトルの中の壁に描かれている像とも一致するわけです。 まあこうして並べていきますとあ、まあ、現状三蔵がどこまで行って、どのようにして、まあ、仏教を持ち帰ったかということが浮かび上がってくると私は考えています。まあ、これが、の右の方はですね、あの、多神仏尊院の壁画ですけども、まあ、それと同じようなものが、ものが出てきますか、これはまあ、あいわゆる太蔵界マンドラ、マンダマンダラですね、ですけども、あの、神言ということは、マントラって意味なんですよ。皆さんご存知ですか神言、マントラ、ね。あの マントラのことを信号って言いうんです、私はシ信ゴ集って言うんですけども、要するに、まあ、あの空海が建立、まあ、した荒野山、今後無事と、それからタシルンポ、ソインと壁画と一致しているということですよね、まあ。こうした事実を積み重ねていきますと、やはりあの私はあ、まあ、こうして4つの点を決めてですね、そして決めたとか一直線並んでいると。でまあ、現状、三蔵は党の長安から、まあ いろんな説がありますけども、インドを回ったということはありますけども、あのー、その、その間にはヒマネア山脈がありますからね。ですからまあ、私はあ、4月へ行って密教を持ち帰ったと。ですから、インドへは行ってないと思います。そ,そして、地数がですね、直目受けて、日本から派遣されて、二番弟子となり、そして、現状三蔵の二番弟子ですよ。そして、ヤタゼラを建立する。そして、200年経ってからですね、空海が学んで、そして、今度は長安へ行って、密教を持ち帰って、今後、無事、 をまあ、さんんに流したと、まあ、こういういれなんですね、まあ、そうしますとな、流れも素直になります、素直と言いますか、あの素直に流れが流れていくということでしょうかね、まあ。要するにこういうふうに考えています。でただあの、空海という、まあ、層はですね、まあ、普通の,空あの層ではありませんでしたね。ま,あ、まさに神,神に近いと言いますか、神であると言って良いほどの、まあ、層であったということですよね。 ですから、こうした、その、まあ、それがなければね、こうした直線もただ単なる偶然で片付けてしまうかもしれませんけどもね、間に空海がいますからね、偶然とは片付けられないと、これが立てられですけどもね、この三道も長安の方をしっかりと向いていると、その先に多しるんぽがあり、さらにその先にルンビリがあるということですよね、皆さん。これをただ単なる偶然と片付けるのは無理だということは、続くビデオをご覧いただくとわかりますけども、空海はなんと二年ベ定数をしていましたという話をこれからしますけども、 まあ、そういうことを重ね合わせて考えてみますと、空海の、まあ、謎といいますかね、空海の,その奥深いといいますか、ミステリーに迫っていただけるんじゃないかと思います。ということで、今日はですね、まあ、現状三蔵、まあ、まとまりのない話ですけ現状三蔵、それから多種論法、創因、そして空海の謎について改めて考え直してみました。続くビデオはちょっと長いですけども、空海の謎をしていただくためには大変良いビデオかと思いますので、どうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kukai, a holy saint in Japan. The more you know about him, the more you make it sure that he is celled. 知れば知るほど謎の聖人 Kukai, san. 動画を2本再編集してみました。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Ranske Japan, edited by Hiroshi Hayashi. Kukai and his secret number, a mystery of number 567 million, it's my great privilege that i can show you here in this video clip that ranske san of has made a great discovery to solve the mystery of number 567 million probably left by Kukai when he passed away in 835 ダンスケさんが大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにです、ね、56億7千万年後という数字を残したと言われています。56億7千万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、 まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天井の四味線、その中心にある塗装点でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天井の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。 で、12ヶその数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかといいますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうかもう一度計算していますね。神の、いわゆるミトラの弥勒のですね、えー、菩薩の菩薩の 寿命は4000年。そして、土塗装点のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈しているわけですけども、これに対してですね、えー、ラン乱ケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。 確かにこのまま計算しますと576になって567とは食い違ってきますね。しかし、純粋体因歴ではですね、30日ではないんですね。純粋体因歴では1ヶ月の長さは29.53125日なんですね。で、この 4000×400×12 か月× 2 9 5 3 1 2 5をかけますと、1数なく、0もそのままでぴったりと5670になります。 この数字を見たとき私はゾクッとしましたね。すなわち置き換えるなどというはっきり言えば紙切のミスではなくてそのままの数字だったんですね。四千掛ける四百掛ける十二ヶ月それに二十九点五三一二五をかけますとぴったリと五六七零という数字になって。 空海の残した56億7千万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6 7七百万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。ニネベ定数というのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になってつながっています。60の7 0る7 0この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の 動きまでですね全てこの数字で説明できるからなんですね。でこの2レベ定数を下の、まあ、グリーンで囲ったの私はあのー、空海定数と呼んでますけどもいわゆる2レベ定数を空海定数で割ってみますとこれまで絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。でそれをこれから皆さんにお見せしますがその数字というのがですね345600ですね。 そ,それは 60×60×6×4。一60つ4が落ちてます。ごめんなさい。えー、4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。なあち、地球は24時間で60分で60秒。それをかけますと86,400秒という数字が出てきます。なあち、地球は1日ですね。 8 6400秒だとというこなんですね。すなわちそれで計算しますと蘭助さんがおっしゃるには4地球尾だということになるわけです。でこの345600という数字もまた絶妙なんですね。で蘭助さんがおっしゃるにはこれは月の直径と一致するということです。まあ、これが何を意味するか分かりませんけどもまあ単純に考えればまあ、趣味線にしてもですね塗装線にしてもそれは地球上でのまあ 世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ、月もしくはその他の惑星もっと言えば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、段助さんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ、直径を並べてみる,るとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は キロメートルで、すねこの数字を比にして鳴らしますと、地球対太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較してみます。な、まあち、400、400という数字がここ出てくるわけですね。いわゆる ミ弥勒菩薩の寿命が4000年であると。弥勒薩の1日は地球上の400年に相当すると。400、400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないかということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神々の世界はこの地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども。 もう一度、ランスケさんがおっしゃった教えてくださった数字に、えー、着目してください。えー、空海は56億7千万年後にということをの言葉を残しています。5、6、7でですね、繰り返しになりますけれども、えー、天井の趣味線、塗装点における、塗装点というのは趣味線の中心部を言うわけですけれどもね、おける神々の寿命は4千年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。 で、それを計算しますと、576となると。しかし、それはあ、まあ、置き換えて、5670にしたと。まあ、そういうふうに解釈しておられますけれども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。 もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125で置き換えています。現在分かっている純粋単位歴の1ヶ月の日数は、えー、29.53125です。まあ、30日で計算しますと、56、576といううに数字が食い違ってきます。 で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は29.53125なんですね。29.53125なんです。それでかけてみますと、何もおきがいなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、 先ほど言いましたように、電卓を使って計算してみてください。0000、0, 0まで同じです。29.531にをかけますと、何も置き換えなくても、そのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それがこのビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私がス介さんから学んだことであります。すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。 なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし、私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、五六七零という数字をそのまま聞き、それから天井の、まあ、塗装点における、まあ、神々の寿命が四千年であり、塗装点における一日が地球上の四百年であるということをもっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、四千かける四百かける十二で割れば、 いいですかもっと早い時期にもっと大昔に私たちは29.53125という数字を知っていたはずだということなんですしかしそれをねじ曲げてしまってこじつけて えー、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。なおち、仏は神を信じると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすれば、もっと早くこの29.53125という数字を知って、そして純粋大輪機に私たちはその数字を生かすことができたということなんです。 ということを、この数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a m s i t y Japan. 空海 who was assisted by aliens. I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. 空海空海の予言空海は入滅するときにですね。56億7千万年後に未来、未霊がですね。降り出し、そして人々を救済すると 言い残しました。五十六億七千万という数字ですね。これが何を意味するのか、私にもわかりません。けれども、この五十六億七千万という数には、さらに重大な謎が出ますか？秘密が隠されていました。ただ、五十六億七千万という数については、ですね。それに異論を取られる人もいます。 一説によれば5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも空海は56億7000万という数を言い残してこの世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは一応5億6700万ということにしておきます。あとでこの数を訂正します。5億6700万。 56706つですね。10の6乗です。で、この数は何を意味するのか検証してみます。1分は60秒です。そして1時間は60分です。さらに1日は24時間、すなわち6かける4ですね。で、これで計算しますと、 1>, 1日は 6066×4 の86,400という数字が出てきます。1日は86,400秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと345600と続きます。345600と続きます。それに空海の残した5億6,700万をかけます。 その数はぴったりと2レベ定数にと一致します。ぴったりと2レベ定数と一致します。2レベ定数が発見されたのは近年になってからです。2レベ定数は60の7乗 ×70, をかける 70, 70太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左が 二レベで発見された粘土板です。この粘土板に、この二レベ定数が。彫り込まれていました。この百九十五兆九千五百五十二億ですね。これは。地球の、まあ。時点の動き、それから。水金地火木土天。海冥ですね。の。惑星の動きまで説明できます。すなわち。惑星の。 最小公倍数ということになるわけですねでシャトランはこれを二レベル定数と名付けましたつまり単純に考えても空海は こののネベ定数を念頭にに置いていてたものと考考ええられます。逆に考えてみます5億6700万に秒数8万6400をかけて4倍しますとその数は2ネベ定数となりますそこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と置き換えてみます その場合は0.4倍すると2レベ定数になります。なぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が私たちがエイリアンと呼ぶ、まあ、異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文はその2レベ定数を 説明したものですその2レベ定数の謎については続くビデオの中でまたご覧ください空海は2レベ定数をしていたでな,いでなければ56億7千万という数字は頭に浮かばなかったはずです。 ブッダが解いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の主流史もない数字ということになります。まあ、ここで4、4という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。なあち、四国88。 これはまあ88というのは非数学で出来上がっているんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーマーのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Hiroshiyashi h a Hidemitsuji in Japan. ミステリー of 荒野山第日如来 is ミトラ荒野山の謎第日如来はミトラだったその証拠と証明昨日大阪市在住の辻秀美さんという方からこんな本を送っていただきました大変分厚い本ですありがとうございましたでその本を開いて最初に目に飛び込んできたのがこの像なんですね今後無事にあります第日如来像です で、この像はミトラです。まず神々の系図について。これはペルセポリスに残りますアフラ・マザーのレリーフです。私が知る限り最も古いレリーフです。このアフラ・マザーを神としてザラスストラがゾラスター教を開きます。そしてその流れをやがてミトラが引き継いでミトラ教を起こし、全1世紀にはペルシア一帯を支配します。その流れはチベットへ入り、そのチベットへ現状三蔵が 安安へ持ち帰ります、行き、そそしてその長安から空海が日本へ持ち帰ります。空海は若い頃、金剛戦時、八田寺で修行したと言われています。左がゼウスです。ゼウスが持っているのがサンダーボルト。そしてこれがチベットに残るバジラです。そのバジラが日本へ入り、五個所と呼ばれます。空海が手にしているのがその五個所です。 まあこうした流れからも分かるように、あるいはそのアイテムから,からも分かるようにですね、空海は、えー、ミトラ教の流れを組んでいるということですね。ギリシャ神話というのはミトラ教の世界を彫刻という形で具体化したものです。えー、チベットから日本、もう一度見てみます。これがネパールに残るバジラの、まあ、模型ですね。これがタシルンポです。ここの大弥勒殿が密教の大本山です。 ここへ現状三蔵が行ったものと私は考えています。その現状三蔵が長安へ密教を持ち帰り、そしてその長安から空海が日本へ持ち帰り、今後無事を建立します。今後戦時、八田寺で学んだ空海が今後無事を建立します。で、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。 そしてこれがタシ,ルフンタシルンポジですね。で、長安。そして、ヤタデラ。これら4箇所を線でつなぎますと、ほぼ進直線になっているのがわかります。ルンビニですね。手前がルンビニで、先がヤタデラです。今度は逆にヤタデラからルンビニの方向を見てみます。直線になっているのがわかります。また、ヤタデラの三道はまっすぐ長安、それからタシルンポ、それからルンビニを向いています。 このヤデデラの三道に中深くを中深くご覧ください三道をまっすぐと横にっています今度は三道に視点を置いて、えー、見てみますこの三道はまっすぐ長腕、多種ルンポ、そしてルンビニを向いていますここのご住足にそのことを伝えましたら本当ですかと言って驚いていらっしゃいましたまあ、人間技ではありませんねこの三道はまっすぐ長腕を向いています では、バビロニアの神々についてのおさらいをしてみたいと思います。これはシュメールの神々の系図です。2行目にエンリル・エンキがいます。そして、その孫娘がイナンナですね。バビロニアではイシュタールという名前で呼ばれています。左がシュメール、右がバビロニアの神の相、まあ、図ですね。言うなれば。で、頂点にイシュタールが立ちます。これはタゴさんが届けてくださいましたけども、教会石です。 で、この両者を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。左の方ではエンリル・エンキが頂点にいますけども、バビロニアの方ではイシュタルが頂点に立ちます。これはエンリルですね。ここにエンキがいます。バビロニアではエアーと呼ばれています。そしてイナンナはイシュタルとなり、頂点に立ちます。スイングは、あの、まあ、月の神ですね。 月の神の方が太陽の神よりも地位が上なんですよ。で、シャーマー氏がここにいます。これが太陽の神です。ミゼロがね。シャーマー氏は、ギリシャ神話の中ではヘリオスという名前で呼ばれています。ただし、ヘリオスはチタン族に属するんですね。で、オリンピアンと戦争に入り、オリンピアンの方が勝ちます。なち、チタン族が敗れますと同時にヘリオスは太陽の神の座を、まあ、奪われると言いますか、譲るわけですね。そして、その座をゼウスの息子のアポロが引き継ぎます。 今度はアポロが太陽の神になります。ここにいるのがレアですね。で、レアの子供がゼウスってことになるんですけども、同時にレアとヘラは同じ顔をしています。ゼウスの妻のヘラとは同じ顔をしています。ということはギリシャ神話の中では同一情勢だということを示しているわけです。まあ、このようにギリシャ神話というのは立体彫刻によって古代の神々の形像をまあ歴史書として示しているわけですね。で、チタン族とオリンピアンは 戦いに入りチタン族は敗れますそしてゼウスが頂点に立ちますそしてヘリオスは太陽の神の座をアポロに奪われますね。で私はゼウスイコールザラスストラというふうに考えています。いわゆる、まあ、ザラスストラが、まあ、ゼウスだということになるわけです。そしてその息子の、えー、アポロが 太陽の神になるわけですけども、ここで注意していただきたいのが、これがミトラですね。そして、そのミトラの右にいるのがアポロです。実はこの二人の神は同一、まあ、神ということになりますね。同一神です。そのこともギリシャ神、彫刻を丁寧にまあ精査すればわかります。ミトラはナチ、ナあアポロ。アポロはミトラということになります。これがアポロの像です。そして、 右がミトラの像です。共にギリシャ彫刻です。で、髪の毛が、まあ、邪魔ですから、髪の毛を取って比較してみますと、この両者は全く同じであることが分かります。なあち、3D プリンティングテクノロジーを使って作られているということですね。ややあの写真の角度が違いますから、違って見えますが、その部分を勘案して比較してみてください。なあち、ギリシャ彫刻はですね、このような形で、えー、アポロはミトラのことだよということを私たちに教えているわけです。 ここが重要ですからよく見といてください。なわち、アポロというのはミトラのことだということですね。そしてそのミトラは12月25日、母、アナヒータの下で、つまり諸女解体で生まれ、3人の賢者がやってきてミトラの誕生を祝います。 わかりやすく言えば、キリスト教というのは、ミトラ教をそっくりコピーした宗教ということになります。もう一度、キリスト教の流れを見てみたいと思います。頂点にアフラ・マズダがいます。そして、先ほど言いましたように、ザラス・ストラがトラスター教を開き、その流れをミトラが組んでいきます。前1世紀にはペルシャ一帯を支配します。と同時に、先ほど言いましたように、ヘリオス、すなわちシャーマー氏は戦いに敗れて、 太陽の神の座を譲ります。そこでヘリオスとシタールと組んでキリスト教を立ち上げます。ですからキリスト教ではですね、30歳以前のキリストの所在は全く不明なんですね。で、それがチャーチ・イン・ローマへと引き継がれます。後のカトリックとなるわけですね。そして左の方はフリーメイソンへとつながっていきます。で、えー キリスト教の方は、チャーチンローマの方はですね、ローマの国教となると同時に勢力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧して潰してしまいます。で、イスタールはローマ国教となると同時にイースターという名前に変えて、それまでミトラ教の春分の日であったのを、まあ、復活祭の日として祝うようになります。まあ、イースターというのはもともと豊穣の神ですから、卵ですね、それから多産のウサギを、まあ、祝うわけです。アジアのミトラ教。 で、先ほど言いましたように、ミトラ教はチベットへ入ります。で、ペルシャヨーロッパのミトラ教は姿を消します。で、ミトラ教はどんどん小さくなっていくわけですね。が、まあ、チベットにその、まあ、勢力といいますか力を残すわけです。そこへ、現、え、状、ー、三蔵が行って、調和へ持ち帰り、その二番弟子の、現状三蔵の二番弟子の地図が やてだらを回帰します。そのやてだらへ空海が行って修行し帰ってきて今後無事を混流します。このいわゆるまあ根本、大統の いわゆるてっぺんにある、これがソウリンと言われているものですけども、これはあの生命の木をかたどったものだと考えられます。写真が小さいので少し見にくいですけども、法隆寺のソウリンは明らかに Tree of Life をかたどっています。これはアタゴさんという方が発見なさいました。そしてこの生命の木は現在、クリスマスツリーとしてまあ引き継がれて祝、あのクリスマスの日に祝われています。これがクリスマスツリーの原点ですね。 で、法隆寺の草林について調べてみます。これは、あたさんという方があの発見なさいました。どなたも流用、投用、転用はできませんのでご注意ください。まあ、この頭のてっぺんにあるのが、これが草林です。で、私は、あの、ここへ行きですね、法隆寺へ行き、60倍の望遠レンズでこの写真を撮ってきました。 そして比較してみました。で、法隆寺ではこれをストゥーパーだと教えていますけども、それはあとは皆さんの判断です。どちらの説明の方が、まあ、合理性と言いますか、説得力があるかという問題ですね。右が生命の木、そして中央が、まあ、法隆寺の五重の塔の草輪です。で、これを比較してみます。注意深くご覧ください。 すなわち、えー、法隆寺の五重の塔の方ではですねいわゆるバビロニアの生命の木を模してまあ葬林としたいわゆる飾り物としたということになりますと同じものが私は荒野山の、えー、根本大塔の草、えー、林にも使われていると判断しています今度また荒野山行ってそれを検証してみたいと思います、えー、ともかくも、えー 法隆人法竜寺にしてもですね、そして空海の混流した今後無事にしても、ミトラ教の、いわゆるバビロニアのね、ミトラ教の流れを組むものであるということが、これで、まあ、証明できるわけです。中央てっぺんにいるのがアフラ・マズダーです。神の中の神、太陽系を,陽系を支配する神の中の神ということになります。そしてこれが Tree of Life です。 それが法隆寺の五重の塔の僧林として使われていると同時に、まあ、あの空海の建立した金剛武士の根本大塔の僧林としても使われているというふうに私はあの判断しています。まあ、写真がねまだ不鮮明ですから断定はできませんけどもほぼ確信しています。 では、日本の今度はミトラ教について考えています。少し話は戻りますけども、一番左にいるのが太陽の神ですね。それからミトラ教、ミトラが生まれ、そしてその流れはギリシャ神話からガンダーラ、ガンダーラから中宮寺へ伝わっていると、この図は示しています。写真は示しています。そして、いわゆる聖徳太子が法律上建立。その建立五重の塔のてっぺんにはソリン、草すなわち生命の木が使われているということですね。 にある、まあ、聖徳太子がミトラ教を日本へ持ち込んだとということになりますで、今後無事のミトラ教です。今も言いましたように、えー、生命の木がこのように、まあ、根本台頭のてっぺんに使われて、そしてこれが根本台頭の中の、えー、大日如来像です。この左右に一体ずつ、あのー、 あることに注意してください。で、これが左がミトラ教の神事をしているところです。これはマコテさんという方がこの写真を届けてくださいました。中央にいるのがミトラ、向かって左にいるのがエンディル、そして向かって右にいるのが三角形なのが、これが延期です。これが現在フリーメイソンのシンボルマークにもなっています。 延期が人間を改造したと言われていますそして並べてみますと、これら両者が同じであることが分かりますね。ミトラ教の神事と、そして、えー、根本台頭の中の第二次如来像の配置図が同じ、すなわち中央にいるのはミトラということになるわけです。そしてこのミトラの頭を見ていただきたいんですけども、えー、左が、これがあの今言いました 真実の真実をしている絵の中のミトラです。頭が同じだということにお気づきになりますかナーチ、この両親ともフリギュア帽をかぶっています。フリギュアというのは古代トルコの古名です。まあ、ミトラは、ミトラ教はそこで生まれたわけですね。で、この帽子がまあ自由のシンボルということになるわけです。フランス革命の当時たちもこの帽子をかぶって自由を求めて戦いました。ナーチ、フリギュア帽ですね。その帽子が 先ほど冒頭で紹介しました、今後無事の大日如来像の頭と一致します。さらに分かりやすい写真がありますので紹介しますが、この大日如来像の頭と、そして円基の頭を比べてみてください。コンセプトが同じであることが分かります。さらに面白い絵が見つかりました。中央の紙ですね。名前が分かりませんけども、この頭を比較してみてください。作りが同じであることが分かります。 バビロニアの神ですこうして、えー、空海の金剛武の仏像と仏像というかあの像とですねそして、えー、古代バビロニアの像がこうしてつながっていきますでこれは帽子というよりも私はヘルメットだと考えていますバビロニアそしてアッシリアの神々は皆この帽子をかぶっていますでここで空海の非数学 秘密の数学について触れておきたいと思います。空海は88箇所の巡礼ですね。88箇所巡りというのを開きました。この巡礼という発想そのものが東洋的、日本的ではないような感じがしますが、88というのは 8+8 イコール16、16というのは 1+6 の数字で出来上がっています。1+6 は7となります。この7が比数学となります。こうして数字にこだわっていくわけですね。 そして、それは、曜日の概念へとつながっていきます。太陽1。そして、6曜日を6。1プラス6、7。7曜日もこうして生まれました。その説明は別のところでしましたので、またご覧になってください。空海は最後に、こういう言葉を残してのこの世を去ったと言われています。56、7000万、えー、年後に私は戻ってくると。で、1秒は、一分は60秒。1時間は60分。そして、1日は20、 4時間ですね。6×4 です。これを掛け算しますと、1日は86,400秒という数字が出てきます。86,400です。注意してくださいね。86,400です。なぜこんな、まあ、数字を使ったかということなんですけど、この86,400を4倍しますと、3、4、5、6、00となります。で、3、4、5、6、00に、5、空海が残した言葉、5億6,700万をかけますと、 これがニネベ定数となりますあの空海が56億7千万といった数に対しては0.4をかけますそうしますとニネベ定数になりますニネベというのはバグダッドの南に のお角ですけども、そこでこんな粘土板が見つかった。それには 60×70×70 という数字が書き込まれていました。すなわち、この数字はですね、太陽系のみならず銀河系全体の星々の動きすらも、この数字によって説明できます。その説明はまた別のところでし,ましたから、また興味のある方はご覧になってください。すなわち、空海はこうした数字も残して、この世を去っているわけですね。 なぜ空海がこんな数字を使っていたか。バビロニアでその年度版が発掘されたのは近年になってからです。しかし空海はその数をすでに今から1200年前に知っていたということになります。ニネベ定数です。林宏し、ニネベ定数で検索をかけてみてください。空海はニネベ定数を知っていた。というようなことを以上考えまして、まあ もう一個今度逆に見てみましょうか。5億6700万を 8, 8万6400秒かける。それを4倍しますと、ぴったしと2レベ定数になります。もうこれは偶然の致とはとても言えませんね。2レベ定数は繰り返しになりますけども、近年バグダッドの南で発見された年度版です。それにはこの数字が書き込まれていました。 では結論ですけども、えー、冒頭に挙げました今後無事の大日如来像はこれはミトラです小八方からいろいろな証拠が集まってきますがその一点はこれがミトラ像であるという結論に集まります中心にあります大日如来はミトラです The sun god 神太陽の神ですねということでまあ 辻秀美さん、どうもありがとうございました。まあ、いただいた方を見てですね、あこれは見とられたということをわ、えー、かりましたので、それをお伝えしたくて、このビデオを作ってみました。どうもありがとうございました。では続くビデオをどうかお楽しみください。バイ、フォナウ。h e l l o this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u r Japan.Mystery of One Plus Six is Seven, The Star of David. 1>, 1たす6は7の謎、ダビデの星。ここにお見せするものにはですね、ある共通の非数学が隠されています。1たす6は7の非数学です。まさに世界は神々の支配下にある。 とということですミトラ教ですミトラ教ですね左に松明中央に7つの霊光線を持つ円が描かれていますミトラには7本の光線がありますそれが現在の自由の像につながっています1プラス6は7という ことです曜日もその中の一つですね。えー、太陽気水、金、地、火木、土1プラス6です。水、金、地、火木、土と並んでいます、えー。最初の3つを内惑星、次を外惑星といい。 ダビドの星にそれを当てはめています。内惑星、今度は外惑星ですね。こうして並べて月火水木金土の曜日が決まりました。カレンダーはこうして生まれたわけです。このカレンダーの中にも1プラス6の比数学が隠されています。太陽が1。 それから月水木金銅が6というわけです。太陽の紋章これはツタンカーメン王の墓の中から見つかったものですねこれには16枚の光線が彫り込まれています日本の最も神聖な紋章にも16枚の光線が描かれていますそしてそれは世界中で見つかっています 最後に出てくるのがこれ、イシュタハルモンの紋章です。そこにもやはり16枚描かれているというのは大変興味深いですね。16、すなわち1たす6は7の比数学です。法隆寺テンプル、えー、にもですね、比数学が隠されていました。これはアタゴさんが発見なさったことです。法隆寺の五重の塔です。 この、えーまあ、てっぺんに草林っていうのがありますけどもこの草林はですね、えー、バビロニアに伝わったあ命の木の形を正確に、えー、写し取っていますご自身でご確認くださいそして、えー、6, 6, 6個ずつと言いますかね、えー、左に6個右に6個そして中央に 1, 1本を ありますから6 1ここにもやはり非数学が使われています。1 6は7というわけです。それから今度は空海ですけども88箇所巡りがよく知られていますね。空海は四国88箇所を定めそして巡礼を進めたわけです。88 すなわち8たす8は16というわけです。もうわかりですね。88すなわち8たす8は16、1たす6は7の比数学です。日蓮も16という数字にこだわりました。えー、日蓮 まあ、にとって最大、まあ最大と言いますか、最も重要な本尊が、このほたの妙本寺にある、このお筆の本尊です。日蓮は16行の3門を書くのに、えー、固執しました。16ですね。えー、このように、16は1たす6イコール7。比数学が 使われていますその原点にあるのがダビデの星です中央に太陽を置きますそして1プラス6の比数学を組み込みましたということで比数学の簡単な説明をしました thank you very much for watching and see you again next time bye hello this is makote and hiroshi hayashi japan what is religion for humans japan in mithraism shukyo to wa nanika nihon no makote makote-san 送っていただいた写真を見ながら、改めて私は宗教と何か、日本の中におけるミトラ教とは何かを考えています。それを皆さんにお伝えしたく、このビデオを編集してみました。どうかご覧ください。マコテさん、どうもありがとうございました。Hello, this is Makote Taka in Tokyo. ミトラ教の中の中日本日本はまさに神々の国でした。調べれば調べるほどそうなるんですからどうしようもありませんね。マコテさんが大変貴重、まあ、な絵を届けてくださいました。これがその絵なんですけども、これはミトラ教の神事をしている の信者の方がですね、信じをしているところの枝、そうです。で、中央にいるのが当然、ミトラになります。ミトラはフリギア帽をかぶっています。フリギアというのはトルコ古代の国名です。えーまあ、自由のシンボルとしてローマで確立したわけですね。これはフリギア帽です。で、そのフリギア帽をかぶってフランス革命が起きました。あーマリアンヌはフリギア帽をかぶっています。まあ、ご覧ください。 えー、フランスの当首たちはフリギャボーをかぶって、えーまあ、あのフランス革命を起こしたわけですね。そのビデオは今日、この後につなげておきます。で、これが自由のシンボルっていうわけですね。素晴らしいですね。で、これがマコテさんが送ってくださった写真の中にいろんなその謎が隠されてますけども、まあ、フリギャボーがあり、そして、まあその 自由の象徴であるフリギア帽がですね、フランス革命へとつながっていたということなんです。で、もう一人ですね、ここに、まあ、ミトラ教のガードと言ったらいいのか、あるいはこれ、彼自身があエンディルなのか分かりませんけども、ここにもう一人の神がいます。えー、この紙ですね、エンディルですね。で、これがマコテさんが届けてくださった写真ですけども、このエンディルですよね、これは。あのー、 顔を比べてみてみくださいそれで、このエンリルがですね、実は日本にもまあ、この紙はいるわけですね。で、これがまああことさんが探してくださったしあのエンリルと思われる紙です。で、両手にですね、あの棒のようなものと、それから、あー 六個所、5小所、六小所のようなものを持っているわけですが分かりませんで。右がご存知、不動明王です。不動明王も同じものを持っているんですね。棒に丸い輪です。ここにちょっと注目してくださいね。棒に丸い輪です。丸い輪です。棒に丸い輪と言いますと、これはアフラマザーのシンボルなんですね。 そして、アフラマズダはどこかの王に神剣の象徴であるリボン付きの輪を渡しています。右がエンリルです。エンリルは地球の支配者でした。そして、どこかの王にやはり神剣を渡しています。このアイテムをよく見比べてみてください。冒頭、それからあのリボン付いた輪ですね。で、これは不動明王がみんな持っているわけです。で、右がこれが、あの アフランマズダが持っている神剣の象徴ですね、冒頭は。自分が王だぞっていう意味ですね。で和はあの王権というふうに英語で訳してありますね。Uh, Symbol of Kingship と書いてあります。ですから、和を渡すことによって王権を渡していたわけです。神剣はやはりこの棒を持った人が持ってるわけですね。 ですから、棒を持ってるっていうことはですね、この、なんていうんですかね、この棒を持ってるっていうことは、まさに私がこの地球の支配者だという意味になるわけです。で、和は相手にその王を渡すって言いますか、王権を渡すためのシンボルということになるわけですね。それで今度はミトラ教の、もう、ここを見てください。ここに三角形のマークがあります。これはですね、あのその日にフリーメーソンのシンボルマークとなった三角形だと思いますけども、絵がもう一つ確かあの正確ではありませんけど、真ん中に、左のね、真ん中に目らしきものが見えます。 となると、もうわかりですね。左がエンリルで、右が延期ということになります。そしてこの真ん中を見てください。えー、ここに松明の、えー、が掲げてありますね。これは当然、ドラスター教の流れを組むわけです。ミトラ教は、ゾラスター教から生まれました。アティああるえっと、まあ、その自由の女神像になり、そして現在はオリンピックの聖火として引き継がれています。 で、それは日本では空海がその密教、密礼を伝えて、そして荒野山で新言宗を開くわけであります。で、新言宗では今でも松明を立いています。そして、あこれがあの中央にいるのがミトラ教の僧侶だと思います。そしてこの彼が手にしているこの棒と丸岩に注目してください。やはり同じものを持ってるんですね。そしてその棒と輪は,は、えー、不動明王へと引き継がれる。 いわゆる引き継がれるんじゃなくて逆なんですね、これ。いいですか、皆さん。<laughs> あの、私もふっとそて間違える、間違えるんですけどね。日本から、あの、ペルシャ渡ったんですよ。あの、まあ、その、数章から最後のお見せしますが、ちょっとあの余談になりましたけど、ここに星のマークがありますね。これ、単なる星じゃないんですよね、これ。あの、このマークというか、記号はですね、文字なんです。ディンギルと読むんですね。あの、シュメルの言葉で。 すなわち、神を表すくさび型文字です。から私が書いた本、ってかまあ、30年近くも、以上前に書いた本の中にそれをで発見しました。ディンギル、あるいはるエホバですね。神です。そして右の中国のディもね、これテイというのは神のことだそうですね。 最近知ったんですよ。で、このミロの、ジョアン、ミロの絵の中にも、このマーク、あの絵があちこちに描かれてるんですね。よく、まあよく出てくるんですよ、このマークが、ね、ミロの絵の中にね。これは、あの、みんな神を表すシンボルマークです。あミロは、まあ、ミトラ教の信者であったか、フリーメイソンのメンバーであったかということになるわけですね。そしてこれは何かと言いますとね、あ日本でもこの、この模様の鏡は、東京はたくさん見つかっていますけども、これは言うまでもなく、イシュタールの文章なんです。 イシュタールというのはエン縁ル・エンキの孫娘です。そしてこのイシュタールが度女神中の女神になって世界の女神として君臨するわけです。これは右の方があの高い東京さんが届けてくださったイシュタール神のシンボルマークです。 まあ、似てるというのも、このもともとこれは8つの方向に光が伸びているのは、金星を表しています。なお、イシュタールは金星から来たというわけですね。で、タカさんが言うシャルには、エタの鏡も関係あるのかと、ここでは疑問符をつけて、皆さんにあの提供いたします。じゃあ、アフラマズダ・イン・ジャパンをご紹介いたします。これは、あの、井戸尻で発見されたド、銅、土器ということになってますね。井戸リしかし、これは土器じゃありませんね。頭の部分と、あの、一ついで、ついでペ、あの人、一つ。 一体となっています。で、これはですね、言うまでもなく右の方はアフラマズだ。そして、後ろに輪がついてますね。これは、あの、真剣をつけた人の輪なんですね。そして、頭がボコボコボコっと出てますね。これはあ、あの、アフラマ、エンディル、エンキーの、あの、いわゆるレリーフにはみんなこの、あの、模様が描かれています。そして、これがあ、ミトラ教の真事の模様の絵ですけども、見比べてみてください。棒、それから丸い輪、ま、あるいは、 一一体性性というかこれで統一性が持てましたねもう一度説明しますとこれがイドジーで見つかったアフラマザーですそしてこれがエンリルを表す不動明王ですねまさに神の中の神地球の支配者ですでエンリルはですねアフラマザー 自分自身もアフラマザを信仰しているのかもしれません。アフラマザ自身は地球を私は置いてこなかったと思います。では結論を皆さんにもう一度お話します。いいですかここが重要ですから、もう一度よく聞いてください。日本に神々がいたんですよ。そしていたというかいるんですよ。日本はまさに神々の国であったわけです。そこからペルシャルを渡って、えー、ゾラスター教、 見たらきを開いていく。そして、えー、東の方行って、マヤ、アステカ、そして、員会と、その、教えが伝わっていく,いくわけです。つまり、つまり日本が中心であった。そのシンボル、て言いますか、証拠,証拠が、前方後円墳ということになります。まさに空から見て、日本は、この土地は神の国であるぞ、ということを、内外に示したのが、このシンボルマーク、すなわち、日本の前方後円墳ということになります。 これこそがまさに日本ランドがですね、日本が神々の国であるという証拠ということになります。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on Asian mysteries and wonders of the world.Today's story is about Afura Mazda or Dainichi n y r a in Japan. And his beautiful blue helmet. As you have already known, Afuramazda is the Avestan name for the creator and sole god of Zoroastrianism, the old Iranian religion predating Islam. Afuramazda is described as the highest spirit of worship in Zoroastrianism, along with being the first and most frequently invoked spirit in the Yasna. The literal meaning of the word afura is light and mazda is wisdom. Zoroastrianism revolves around the three basic tenets, good thought, good words, and good deeds. Afura mazda,つまり日本の大日如来は美しい水色のヘルメットをかぶっていました。 アフラというのは光マズダは知恵を意味します言うまでもなくゾラスター教の最高神神の中の神ですそのゾラスター教は良い思想良い言葉そして良い行いの三つの主義で成り立っていますで大日ニョライコールアフラマズダーですアフラマズダーは美しいブルーのヘルメットをかぶっていました高野山今後無事に残っている 大日如来像をご覧ください大日如来のヘルメットがその証拠ですが同時にそのアフラーマズダーはこの日本にいたことを忘れてはいけません土偶がその証拠です土偶がかぶっているヘルメットに注意してください同じですつまり日本の縄文土偶はその昔神々を表したものですこの日本には神々すべてのオールキャストが住んでいたということになります アフラマザイカ、アヌオ、エンキ、エンリル、そしてイナンナ、イシュタールです。画像を説明します。今皆さんにご覧いただいたのが縄文道具ですね。まあ、中央にいるのが大日如来像です。で、美しいブルーの色が残っていますね。そしてそのコンセプトはそれぞれのヘルメットと一致します。なあちこれらの神々は皆美しいブルーのヘルメットを かぶっていいたととうことになりますそしてもう一度この大日如来像を見てくださいそしてウルに残っている、まあ、イラクですねの神のヘルメットを見てくださいそして左が縄文、まあ、ドグですね同じコンセプトのヘルメットをかぶっています注深くご覧くださいこれがその証拠です で少しえ縄文道具の話をしておきたいと思います。少し前に作ったビューですけども、これは埴輪ですね。この埴輪はヘルメットをかぶっています。オーバーオールヘルメットですね。首のところに線があるところ、段差があるところに注意してください。そして胸に抱いているのはこれは人間ではありませんね。そして同じコンセプトで作られているのがシメールの紙ですね。カクンカクン型で細い腰ですよ。 中深く、ここもご覧ください。すなわち、これは三者は同じなんですね。そして同じコンセプトで作られているのが、日本の縄文道具だということです。肩幅が広くカクンカクンと回って、脇の下に空間ができています。そしてそれがですね、えー、長野県のですね、茅の下で見つかった仮面の女神へとつながっています。が、そこで終わるわけではなくて、それが最終的には、いわゆる遮光器道具へとつながっています。 肩幅が広くカクンカクンと曲がって腰が細いです。そしてヘルメットをかぶっています。このヘルメットがバビロニアの、まあ、イシュタールにつながっていくということですね。えー、イシュタール、ヘブライ名はマリアです。まあ、マリ。これはあのマリで見つかった右下はですね、えー、イシュタール像ということになります。同じヘルメットをかぶっている。ということで、こうしてつながっていくわけです。で、結論はもう、今日の結論は簡単ですね。 大日如来です。頭に注意してください。まあ、独特なヘルメットをかぶっています、そして同じものがウルで見つかっているということですね。そしてその以前に、縄文土偶も同じヘルメットをかぶっているということです。こうしてつながっていくわけですね。大日如来そしてウルの神そして縄文土偶です。つまり、これらの神々は同じコンセプトのヘルメットをかぶっていたということになります。いかがですか そしてその色は美しいブルーであったということですね。その証拠がこの今後無事に残る、まあ、大日如来像ということになります。楽しいですね。ロマンチックですね。ということで続くビデオどうかご覧になってください。えー、神々の世界がより皆さんに理解していただけるものと思います。Bye for now!